では701号室のワンベッドルームを見ていきます。こちらは、コンパクトなタイプのワンベッドルームです。入ってすぐに、ここにありますね、インターホンありますので、訪問者が来ても部屋の中で応対できます。そしてここにあるのが、下駄箱です。このように靴がしまえます。ですぐ横にあるのがテレビなんですね。あと DVD プレイヤーもここはついてます。で、このテレビをどこで見るかというと、この向かい側にあるソファー、こちらで見ていただきます。そうですね、小さいソファーですので、まあ、単身用ですので小さいソファーになっています。そしてこちらに目を転じると、ウォーターサーバー、あとダイニングテーブル、キッチンがあります。ちょうどこの今入ってきたドアのすぐ横がキッチンという構造です。ここのキッチンもですね、それほど大きくはないんですけれども、収納はたっぷりあります。皿を立てかけておける収納ですね。で、その隣に2段の収納、カップや、コップなどが入っています。そして、電化製品類、そして電子レンジ、電子レンジの下にもこうしたちょっとした、あの収納がありまして、今は鍋が入っています。で、その隣にあるのが引き出し、箸類が入っています。この引き出しは3段あります。そしてシンクの下にも、ちょっとしたスペースがあります。このソファーの奥の方にあるのが、これがベッドルームです。ゴミ箱が見えますけれども、このベッドルームはですね、ちょっとあの小さいんですけれども、まあ、コンパクトにまとまっています。そしてここの部屋はですね、あのレイクビューではないんですね。窓を開けてちょっと外を眺めてみますと、このように家だらけ、家が見えます。下もそうです。湖とは逆の方向にありますので、見えないんですね、レイクは。ただその大通りはないのでとても静かです。窓を閉めていただくとなおさらですね。それは、はい、このように静かなところにあります。そしてここにあるのが大きなクローゼット、コート、スーツ類もかけていただけるような背の高いものです。反対側の方はですね、このように、続いていますので、あのいろいろかけられると思います。そして金庫も備えていますし、あと小さなあのテストもあのベッドの横に置いてあります。ベッドルームのすぐ脇にあるのがバスルームです。バスルームは割とあの余裕のある作りになっていまして、入ってすぐ左側にあるのが洗面台、そしてその横にトイレ、そしてここにも、バスタブがきちんとついています。この洗面台の中があの収納になっていまして、まあ、いろいろ収納ができます。ここもやはりタンク80リットルですので、ここの湯船に使っていただくことも可能です。以上、701号室のレポートでした。